の島根の事故は本当に地元にとっては不安なんですよ。それに対して中国電力の社員の方が会社がどういう対応を取るかっていうのはずっとみんな見てるんですよ。お願いします、教えてください。お願いします、教えてください。本当に教えてください。いや、本当に取らせてください。いや、本当に、いや、取らせてください。教えてください。自殺した方が出てるって知らないですか、本当に。なんで岩下の人が知ってるのに中国電力の社員の方が知らないんですか。おかしいですよ、それ情報伝達の。私たちの仕事はこれを壊すことですよ。わかりますか。しっかり見とってください。あんたたちが壊す身はどんなとこか。今日は何年だったんですか。私なんですけど、どうやって引き取られましたか。いや、ここに来いって言われただけでよくわかる。ここに来てどう言われたんですか。ここに来て何をするっていうご指示ですか。ここまで具体的なことは聞いてませんか。地元の女守ってたんだ。ちょっと通らせてください。いやの、下に通らせてください。やかましい。ちょっと通らせてください。ちょっと通らせてください。国民を汚さないでください。お願いします。国民を汚さないでください。あれが岩島だ、見えるか。あれが岩島だ。あれまでに埋めたくせたらなお前やった何十年も。人間でいいじゃん。作業をしております。じゃあお願いします。じゃあ あの階段の方に撤去していただけませんか。いや言うだけ。浜田さん、こちらの方の方がしないでください。私らの運命ここか。撤去できんよ。お願いします。退去してください。お話があるんだから。そういうスタートの30年40年。今そういう議論をしてますよ。検査しなくても大丈夫ね、作ってるって言ったんです。あなたが言ったんですよ。今そういう議論しに来てます。そういう議論じゃなくて、あなたが言ったことに対して私が作業しますんで。作業します。議論が終わらんけ、こういうことになるんだろうが。もういい加減なことばっかり言うからこうなるよ。逃げるな、後ろ向くな。勝手に外すなよ。責任者、ボールを振らないでください。この人の頭に当たったんよ。危ない。下がってください。安全柵の設置作業を行いますので、当社が作業区域として設定した範囲から直ちに移動していただくようお願いします。専用許可が出たからといって、ここの地域に皆さんが入ってはいけないという、そういうものでは全くありません。作業いたしますので、お願いいたします。危ないぞ。皆様の行為は妨害行為と
よろしくお願いします。お願いします。ダメです。私ばっかりのお願いで許してもらうわけないんだよ。本日は朝から繰り返し作業をするので、この場所から岩井島28年間繰り返して原発は作らんでくれって言っちゃろうが、わしら被告人だけの中電に対してお願いせられる筋合いはないぞ。そうだよ。ご理解がいただけないようですので、一旦理解をお願いを総合警備各員、そのままお帰りください。中国電力の皆さん、その理解を得ることから始めてください。お願いします。自由使用で使用しているのは全く問題ありません。あの看板を直ちに撤去してください。やめなさい。どうしようですよね。あなたたちが先にカメラを全部下ろしてください。いや、あれはあれは違うんですか。他の会社なんですか。最初するためにやってるんです。何が違法行為なんですか。違法行為なんかね、ビデオを作ったけど裸になってみしょうか。ほら、やっぱり